グレーテスターンとは、ドイツ出身のアルゼンチンの写真家。夫のオラシオ・コッポラと共に、アルゼンチンの視覚芸術の発展を後押した。1935年には、アルゼンチン初の現代写真芸術展を開催した。1904年、ドイツ帝国のブッパータール・エルバーフェルトの生まれ。母は、フリーダ・ホーホベルガー。父は、ルイス・スターン。 家族のいるイングランドの学校で学ぶ。成人して、あと、1923年から1925年にかけて、シュトットガルトの美術工芸学校で、グラフィックアートを学ぶ。卒業後その業界で働き出すが、エドワード・ウェストンや、ポール・アーター・ブリッジ・ジュニアの写真を見て、写真に関心が映る。ベルリンに移り住み、バルタ・ペーター・ハンスの個人指導を受ける。 1930年、エレン・アウエル・バッハと共に、ベルリンで写真とデザインのスタジオ、リンル・ピットを設立。機材は、ペーター・ハンスから購入し、広告業界で革新的な作品を発表、たちまちなお知られるようになった。ちなみに、社名は二人の子供の時の愛称から取っている、ペーター・ハンスの指導も継続して受ける。 1930年4月から1933年3月の間、デッサウのバウハウスの写真工房で学んだが、そこでアルゼンチン人写真家、オラシオ・コッポラと知り合った。1933年、ナチスドイツの台頭により、スターンは兄弟と一緒にイングランドに亡命する。その地でスターンは新しくスタジオを設立し、 ほどなく、アウエルバッハも合流する。1935年、オラシオ・コッポーラと結婚し、アルゼンチンに渡る。二人は、ブエノスアイレスのツール市で個展を開く。それはアルゼンチンで、最初の現代写真展だった。1948年、スターンは、中流、仮想階級の女性が、読者層の女性誌、イディーリオの仕事を始めた。そこで、スターンが発表した、 ロス・エーニョスというシリーズは、精神分析はあなたを救う、という夢分析コーナーのための読者から寄せられた夢をフォトモンタージュで苦笑化したものである。およそ150枚ほど作られたが、ネガで残っているのは46枚だけである。スターンのフォトモンタージュは、伝統的価値観に押しやられた読者の夢の、 シュルレアリスム的解釈であり、アルゼンチンの制約割にフェミニズムの立場から批判を加える雑誌のコンセプトであり、作者自身のイメージの精神分析であった。このシリーズはフランシスコ・デゴヤの版画集、ロス・スエーニョス及びロス・カプリチョスと比較されることが多い。1958年にアルゼンチンに帰化。 1959年から1985年まで、レシステンシアのニーベルシダットナショナルデルノーズシティで、学生に写真を教えた。1985年、写真家を引退。1999年12月24日、ブエノスアイレスで死去。95歳だった。1995年、ジュアン・マンディロバームが、リンルピット・スタジオのドキュメンタリーを作った。2005年、 ニューヨーク近代美術館がグレーテスターンとオラシオコッポラの回顧展を模様した。ありがとうございます。